ビジホ到着なんだな。よいしょ、ビジホに到着だよ。今日オッパマっていうさ、駅の友達んとこに寄って、でキャンプファイヤーね、ボンファイヤー、焚き火をしながら、あ、そうだ、今日の明日はちょっと娘と、ネイルサロンのちょっと爪の手入れを分かんないから教えてもらおうと思って、ネイルサロンに一回行こうかなと思って、そう、左手だけ、あ、右手だけね、左手はもうギリにこう切っちゃうんだけど、どこだそれ、明日娘とのデートはどこなんだっけな、それな、中央だな、結構忙しいな、確認しなきゃ、どこの査定でどっちがんだっけな、まあちょっと後でしよう。で、そうそう、娘にこうネイルサロン男が行っても煙たがられねえかとかな、ね、で、で、おっぱまのキャンプファイヤー場でダチと話してたら、話してて、で、あ、そんなことよりおめえ銀行口座ちょっとストップしてんじゃんって、ちょっと再開しなきゃっていう。で、俺の銀行、ちょっと新宿っていう、東京の新宿まで出なきゃいけないって。電車乗ったらいいけど、途中、切符これた、出るとき、お金足りるかなと思って、参ったよな、それ、そりゃ参ったなっていうことになって、金ねえぞって、交番で借りるのに、すごい書類手続きで、俺なんか職質にあってんのかな、この年でとか思って、いやー、新鮮だったな。サインしまくっちゃったっていう。なんか、スネークマンションのポールみたいっていう。まあ、わかるやつはね、世代的にね、その話ね。ここにサインして、この住所書いてって、やっちゃったよ。もうアパートの部屋番号まで。わぁ、蒲田交番に知られちゃったな。はぁ、あ。今、ビジホで、屋台で買った飯食ってんだけど。で、新宿も出たよ。新宿の南口行ったのって俺、何年ぶりだよ。おのぼりさんだったよな。浦島エフェクトだって、もう浦島効果だった。今新宿西口と南口なんか橋の上車が走ってんなとか思って、あれ繋がったのかよとか思って、西口の都庁の方行くのに、あ、南口からな、それで橋なんか高架橋みたいなのが通ってて、知らなかった、いつできたんだろうなと思ってな、3年以上前はできてたから、まあ、3年以上前新宿駅で降りなかったんだよな、都庁がある南口から都庁がある西口まで行ったんだけど、銀行の口座やりに、今日はもう銀行員さん、地方銀行の、お兄さんにだいぶお世話になった。銀行で国会中継見てるってな、テレビの。久々にテレビ見てな。あれだよ、俺らの時代のスーパーモデルが代表質問してたよ。おー、ハイレグのスーパーモデル、スーパーデルモか。国会で代表質問してたで、ふみちゃんにな、岸田。パリラってんなぁとか言って、だいたい世代一緒なんだ、そのスーパーデルモとな。そうか、俺も人から見たらあんな感じなんだなと思って、若い頃に比べて、いやそりゃ俺も親父だけど、スーパーデルモ結構保ってるねっていう、横顔とかあんま変わってねえぜっていうの、正面から見たらちょっとなんか、なんていうの、魅力様みたいな顔つきになってくるな、魅力様みたいな顔つきになったぜ。バブル時代のスーパーデルモで魅力様みたいだったよ。で、
ね、今日中に返しなさい。150円借りてあるの、ね、電車賃が。新宿まで出るのよ、蒲田駅から。俺もう無事帰ってこれるかと思って、駅の階段から転げ落ちるんじゃないかと思ったら。おー、これは、なかなかスパイシーだな。うん、串駅で。で、新宿の、なんて、あれ、レシートで、なんてビルだっけな。うん。あ、そうそう。どこだ、このビルは。ビルの名前忘れた。小田急の駅ビルの中にあるな。今日は散財しちゃったな。口座が開けて金下ろせたから、再開できて金下ろせたから。ベジゴーってとこでな。そうそう。ベジゴーってとこのテイクアウト頼んだんだね。そう。駅ビルでちょっとチキンが美味しくなってきた。チキンと海苔巻きな。だいぶ散財しちゃったな。おっぱまから来ましたとか言って、ちょっとダイニングに寄ってみてくってさって言ったら、あんたはおっぱっていうよりアボジって感じだよってアボジジリリリっていうの。まあそんなことは言われない。結構あの丁寧な対応してくれて、店員さんが、ああダイニングか、俺死んじゃうのかな、デートしに来ました、デッドアンクルになりきましたとか言って、ヤンヌムチキンを、うまいな。で巻き寿司よな、キンパな。恵方巻きっていつ来るんだっけな。あれビジホに到着したから晩飯のタイムに、うまかったな。これね、こういうお店でベジゴーっていう駅ビルになるよ。結構まあ俺はファストフード店よりは高いけど、ダイニングとしては結構良心的な値段じゃないかな。このテイクアウトだけで巻き寿司とキンパとヤンニョムチキンが入ってて1000円ぐらいかな。800いくらレシートまた見てみよう。お金数えれるのかよって。野菜で食べるすぐ食べた。税込み918円。キンパ俺何個食ったんだっけ。キンパ5個か6個入ってたんだ。これね、巻き寿司。見えるかな、これ映ってんのかな。巻き寿司ね。巻き寿司は5個か6個入ってたな。箱にな。で、これね、ヤンニョムソースのチキンね、フライドチキン。で、これ、ラムの串焼き。ごちそうさまでした。